多分3年4年ぐらい前の話になるんですけど、まあほんまに黒髪の綺麗なスタイルのいい長いロングの人で、まあいつも出てこ来たらもうビールね200杯300杯ぐらいこうもう歩いてこう楽しみな歩いて飲んで、もう常に明るいような人なんですよね。まあなんかまあ普通にこう楽しく飲んでて、ある日なんか私ちょっと酔うとあかんねえって思い言わはって、ああそうなんやなー言うて、まあその時はこう軽く聞き流してたんですけど、まあなんかそっから3日後ぐらいですかね、また来てくれて、まあまたいつものように楽しくわー言うてこう飲んで、でうまいなー言うて飲んでたんですけど、なんかある日突然急にめっちゃ静かになって、まあなんかいつも元気やからちょっとまあ違和感感じたんですけど、もうずっとこううつむいてこうしてるんで、まあちょっと置いといてあげようか言うて1分20分ぐらいしたんですけど、全然動かへんし全然反応がないから大丈夫かなと思ってして、まあなんかその時にね、そのタイミングで、まあ、オーナーが来はったんですけど、まあ、オーナーはこう体大きい人で全然力もある人がねやるし来て、どうしたん言うて席ついて座ってしたら、ね、じゃあ急にそのオーナーの方に近寄っていってこううつむいたのが、急になんか思いっきり首を絞め出したんだ。でそんなことせえへん子やから、えどうしたって言って、最初はある程度こう声かけてぐらいやったんですけど、でまあオーナーも力ある人やし、まあ大丈夫やなっていう目でね、みんなで見てたんですけど、結構やばそうになってきて、あれちょっとこれ危ないなと思ったから、ちょっと引き剥がそうと思ってね、力こう入れてしたけど全然動かへんくて、なんかオーナーもちょっとこう抵抗できひんぐらいまでちょっと首が締まってきてたし、ちょっと従業員も呼んで何人か3人ぐらいで止めに行ったんですけど、もうその女の子の腕からは想像できんほどの力でもうぐわーって首絞めてるんで、これはやばいなってなって、ちょっと営業も止めてみんなでこうわーってこう止めに入ったんですけど、もう何もできへんくて、やばいやばいやばいって言ってたら、なんか急にも女の子そこからバーってこう倒れたんですよ。もうちょっと何分ぐらいかわからへんけど、まあこうちょっと寝転んでてしてたら、まあなんか急にパッと起き出して、え、どうしたみたいな、待って飲もうよみたいな感じで普通にいつも通りに戻ったから、えぇ、と思って、こっちはもうそれどころじゃなかったなとか思いながら、まあ後々その子の友達とかから聞いてしたら、なんかお酒飲むと結構そういうことあるらしくて、体質的にで、なんか幽霊なんか詳しい人とかに聞いても、なんかお酒ってちょっと幽霊を通しやすくなるから、そういうのもあるかもしれんなっていう話で、あれはほんまになんかあの子の力じゃなかったのかなって、幽霊が取り付いてたんだなって思って、ちょっと怖かったですね。